sometimes self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry. 今日はね、小倉南区の、農事センターっていうところに来てます。しばらくの仕事が休みなんですけど、この休みの時間をのんびり過ごそうと思いまして、今日はちょっとお散歩で足を伸ばしてここにやってきました。小倉南区の今日の気温は29度、過ごしやすいです。湿気もないし、農事センターには動物とかいて植物とかもいっぱい育ててあるんですけど、中にねフードコートみたいなとこがあって、植物お野菜お肉とかも売ってるんですけど、そのフードコートで今日は梅スカッシュ買ってきましたよ。夏に散歩は美味しいよね。これは間違いないよ。しかも梅でしょ。こう酸味が夏の暑さをスキッとさせてくれますよね。一人で散歩に来たわけですけど、ここちょうどねその農事センターの中の見晴らしのいい丘の上にある休憩スペースなんですけど、景色が一望できるんですよ。今私の目の前には畑と街並みと遠くに海かな、あと山も広がって青空も広がって木陰で最高に夏って感じですよ。めちゃめちゃ気持ちいい。でこのじわじわと汗をかいてる感じ、夏のこのじわじわ汗かいてる体に風が吹き抜ける感じ、めちゃめちゃ好きなんですよね。夏の暑さにもともと弱いんで、暑さを克服するためにこうやって日中に頑張る時に、日中の時間のある時にお散歩してます。この景色をちょっとお届けしようかな。There's nothing wrong.